はい、皆さんこんにちは、りょうじです。こんにちは、りょうこです。今日は何をやりますか？今日は10月31日です。本当ですか？編集前はね。そうですね、収録日は10月31日ですね。はい、と、はい、ことでね、ハロウィンをやっていきたいです。ハロウィンイベントですね。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。お、31日。はい。じゃあ12時までか。じゃあ、アメちゃんを配っていくんだね。そうだよ。あ、しずえさんは参加してくんないんだって。仕事ね。ハロウィンの日も残業ですよ、この人。このにっこり笑顔がね、ちょっとね、狂気を感じるよね。いや、もうブラック企業ですから、ここ。真っ黒ですから。お、パンプキングがいるじゃないですか、後ろに。あ、いるね。ちょっと待って、ロボさんのちょっと格好見てない、これ。あ、これ仮装してるんだ、みんな。ね。なんか、さほど変わりないよね。だって、ビンタじゃん。ちょっとこれ、カエルっぽいクマなのかな、カエルかクマかよくわかんないけど。クマか。耳だよね。おー、すごい。じゃ、ロボに至っては、なんか、狼が狼の仮装してんじゃないか。ちょっと、どういうこと？どういうことすか、これ。しかも、めっちゃ喜んでるね。怖い系のワイルド系なのにね。うん、イケメンがちょっと若干台無しだよ。ちょっと写真撮っとこう。あ、青い写真撮りたかったよ。いいか。あ、よっしゃ。拒否ってるな。これか。ね、これが、ちょっとちっちゃいな、この子。ちっちゃいな。お、トリックアトリート。トリックアトリート。ふっふっふー、私、ハロウィンの王様、パンプキン。こんなテンションでいいんですか？うん。お祭りかぼーだって。おー。めっちゃ楽しみにしてたんだね。ねえ。まあ、この日しかいないからね。うん。うん。そこ断っとく？なんで、しもべですからね。うん。やめとこうか。なにゃーって、なにゃーなにゃー間違いかぼね。かぼをふんだんに使ってくんね、この子。うん。また強情なやつだ。あ、ああ。あ、もう、強制的に始まります。イベント強制参加です。よし。そなみちゃん、渡すかぼー。渡さなんでだね。あ、それをしちゃうとね、うん、今回はお話し合いだけでは済まされないんですよ。あ、そうなの？そうです。痛い目見てください。こう。アメちゃん、待たせたかぼー。おぉ。頑張って直すかぼね。おお、かわいいじゃん。生えるね。かわいいじゃん。生える。生えてるのか、それ。逆に喜んでるっていうね。まあまあ、いいでしょう。いいでしょう。よし、渡そう。もはや、いたずらされてくれたお礼だよね。お、食べた。うん。ごちそうさまー。パンプキングローブだって。へぇー。お揃いになれるんじゃない？ほんとに？うん。上出来だかぼう。ロリポップを持ってくるかぼだって。へぇー。あ、スペシャルアイテムと交換してあげるかぼよ。ほんとに？うん。感じるかぼ。ズバリ、外にいる誰かが持っているかぼよ。おぉ。このテンション大丈夫？ドン引きしなかった。いや。おぉ、テンション高えなと思ってさ。さあ、行こう。よし、行こうか。じゃあ待って。ん？うん。うん。あ、リアクションもくれるって。おぉ。めっちゃ震えてる。寒いのかな？早くやってあげてよ。進めてあげてよ。かぼちゃが重くてグラッと落っちゃうよ、これ。いろんな意味でびっくりしたよね。今のリアクションがもらえる。そうだよ。おー、いいじゃん。うん。やった、もらった。ね。イェーイ、おー。いかれてるよ。いろんな意味で怖いよな。うん、あ、なんかあそこで
オオカミが、オオカミの変装してるよ。え、これなんなんこれ。いや、かわいいさ、リアクションしてる。目がいっちゃってんじゃん。穴おった。いたずされてる。解放しなさい。スマートだな。スマートだな、さすがビアンカさん。あげません。あ。お、怒っちゃった。あ、怒っちゃったよ。いたずらされたよ。確実に狼の爪で引っ掛けられましたから血だらけですよ、きっと。木製テーブルミラーをもらった。よかったね、この島なんとミラーがなくってね、困ってたんですよ。だからほら、りょうこさんの顔見てよ、初期の顔ですから。ほんとだ、色が変わった。変わった。うん。え、わかんないの。何色だった最初。一緒じゃない。え、なんか地味な緑色してたよ。ほんとに。うん、ビアンカさんの方がセンスあるね。うん。次行こうか。ちょ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 、飴渡してよ。外にいる、外にいるジュン、ほらほら、ビアンカさん頑張ってんだから。そっか、飴渡してなかったか。うん。だって。あれ、あげられないもん。ああ。あ。ん？いけない。あ、あげられない。ああ。ああ。これどうすんの？いたずらされて終わり？あ、あ、ほらほらほら、ここにかわいいクマちゃんがいるよ。あ、見えなーい。嘘だ。アメちゃんあげよう、じゃあ。うん、見えないからアメちゃんあげよう。うん。全く見えないよ。ちょっと犯行現場が見えないんですけど。ちょっと待ってよ。やった、ハロウィンテーブルセッティングだ。ありがとう。お、すごい、綺麗だね。見えてないですから。見えてないですから。何が行われてるの。おぉ、すごい、ガオーだって。ねえ、かわいい。かわいさが全くわかんないよ。ねえ、脅かすのリアクションだよ、これが。ええー。驚いちゃった。もうニコニコしちゃってるから。俺が驚いちゃった。ちょっと見えない。際どこ見えなかったよ。か。ああ、ビントちゃんのかわいいリアクション見えなかったよ。外にいる住人って言ってたから、外にいる住人を探そうよ。うん。ね。もう、ビアンカはもう、相手してくんないってことか。取り憑かれてるから、彼女も。そっか。あ、あ、あ、もう一人のほら、狼に変装したら狼がいるよ。このアングルいいね。お？ようやく見れますね。ようやく見れます、マットな動画。いや、ビンタちゃんはカットかな、じゃあ。ダメだよ、ダメだよ。お？お？あれ？ガーランド。大丈夫か、これ。何が？もらえないんじゃないか、アメ。ほら。どういうこと？え？パンプキングが、その大好物な、そのアメを、外の住人の誰かが持ってるんだよ。おー。それを私たち今探してんだけど、うん、ほら、あなた、ビアンカさん、うん、怒らしちゃってるから。いや、怒ってない、怒ってない。いないね。どうするのー。あ、めっちゃ偏ってるよ。これハムスターのさ、うん、あれじゃない？わかんない、クマなのか、なんなのか。クマもあるか。うん。ただ大きい角が邪魔しちゃってるね。巻き貝ついてるみたいになっちゃってる。あの耳にさつけるさ、モコモコのさ、あ、あれみたいな。もはや耳がとっちらかってることになってるから、それそうなってくると。お、ハロウィンのラグだ。ラグ、違うんだよー。違うの？うん、まあ、いいでしょう。うん。ありがとう。あ、嬉しい。嬉しいけど、ちょっと違う。あ、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 何この子。どういうこと？どういう風になってる？この猫？かわいいな。かわいいけど、どうしたこの子。なんか、幼稚園児みたいになってかわいいんだけど。どうしたこの子。あげようか、じゃあ。連れて帰ろうか。お？あ、あ、これか。じゅんくんだった。よかった。やったー。やったー。だって、だって。よし、じゃあこれを渡せばいいんか。ね。ロリポップキャンディ。もう一回言ってみて。ロリポップキャンディ。もう一回。ロリポップキャンディ。何何何どういうことどういうことどういうことロリポップ。ポッポになってる。よしよし。
よっしゃ、かぼちゃちゃんにあげようか。はい、こっちも絶対、こっちは小学生かな。よし、これか。こっちね。うん。ビアンカさん、後ろでずっと頑張ってる、何かに向かって。これは、ハッピーハロウィーン。おー。私の大体大好物、キングオブお菓子、ロリポップだ、カポー。おー。さっきの文章にカボをうまく混ぜれなかったな。甘い。ほっぺそれ。落ちそうだカボ。あ、だがいなかった。本当に？よくやったカボ。授けるカボ。特別なご褒美。なんだ？お？ロインだ。場所だカボ。パンキムに感謝するカボ。イエーイ。猫ちゃん可愛いな。もっと食べたいかもだって。あら。よし。あ、あ、メープールちゃんがいた。あ、近寄ってきてくれたよ。近寄ってくれた。ほら、来い。ほら、来い。あ、かわいい、かわいい。かわいい、かわいい。クマちゃんだからね、この子。うん。ワンコじゃないからね。忠実なワンコじゃないからね、この子。人体模型にさ、笑顔振りまいて。やばい。こら。よし。ようやくちょっと違うタイプの仮装が見られたね。うん、そうだね。うん。ダベや。お？嬉しいです。床。大丈夫。全く整理整頓されてなくて、花がもう無法事態だよ、これ。あ、あ、来てんじゃん。走ってきた、走ってきた、早い早い。おー。何これ、鳥さんが鳥さんが、じゃあこっち向いて。おー。わー、なんかピンクがダブってるね。なんか、服と色とちょっと同調しちゃってるね。喧嘩してる。でも、色合い最高だね、なんか。めっちゃ悪い顔してる。いいんじゃない？いたずらで。いやいや、違うよ。飴はお預けでいいんじゃない？違う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 。あげるか。ほら。パンプキングにね、これ失敗だよ。うん、3個お菓子を渡すと、うん、スティックまでいくけど、これもういけないね。どういうこと？ダメなの？うん、3つご褒美がもらえるんだけど。へぇ。あ！お？やった！おー！ 2 個目。2個目。え、でももうだってあげれる順にうちの姉妹いないもん。ビアンカさん怒らしちゃったしね。怒らしてない。ああ。ちゃんと整理してま、あ、ここの家誰だっけ？あ、ルナさん忘れてた、そういえば。ルナさんいたっけ？ルナさんまだうちちゃんといるよ。まだいたっけ？まだって言い方もおかしいけどね。何のコスプレしてんだろうね。ウサギじゃない？あ、耳がない。猫になっちゃったよ。この子、あれ、原型何だったっけ？普通にね。普通にね。よし、さあ、次だ。よし。あ、あ、あ、来てくれた。来た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 。ちょ、待って、今度、ヤシの木で見えなくなっちゃう。ああ、そう。よしよし。いや、かわいいやん。あ、目がすごい。目、今日、初めてのパッチリ顔じゃないこれ。確かに。いつも眠たそうなのに。うん。お？いったよ、どうもありがとう。やった。あ、やった。これで3つ集まったよ。3つ以上はないの？うん。あ、ないんだ。じゃ、渡しちゃおうか、もう。ほんと。何引きずりましたか。お。これ普通の飴も渡せんだ。またローブとかもらえるだけじゃない？あ、そっか。わかんないけど。とりあえず渡しとこうよ、その。うん。パンプキング大好きだってやつを。ハッピーハロウィーン。飽きないタイプね。うん。次は何を？レシピー。お、ステッキー。やった。それ、あ、ブーケちゃんいるじゃん、家の中に。お。家の中にちょっとブーケちゃん見に行こうよ。じゃあ見に行こう。うん。
でも、ブーピちゃん忘れてたよ。忘れてた。こんな端っこの方に家あるからね。あ。あ。なんかこの子の耳がとっちらかっちゃってんだ。あー、みんな同じ服着てるね、ほぼほぼ。そうだね。ね。ちょ、アメちゃんまだあげてないから、アメちゃんあげたら？アメちゃん外にいないとあげらんないんじゃない？え、ほんと？あ、そっか、外の住人か。ホラーハウスか、これ。いろんな意味でホラーだよね。なんで？可愛さがちょっと凝縮されまくってる。あー、確かにテーブルの上にノコギリ置いてあるからね。うん、これちょっと10代しか住めない部屋になってるからね。いろんな意味でホラーだよ、私にとったら、うん。バスタブが普通に出てるから。うん、ホラーだね。ホラーだよ、これは。床びっちゃびちゃでしょ、これ。うん。ホラーだね。そっか。中の住人にはできないんだね。うん。ホラーだ。うん。ホラーだ。ホラーだ。ホラー映画見てるわ。ホラーだな。ここはホラーが、ホラーが集結してたよ。広げらんないよ。これ以上は無理だよ。甘ーい。なんか言ってよ。なんか言ってよ。なんか言ってよ。あ、頭もらった。パンプキングフェイスだって。やったじゃん。同じカボチャかぶれるよ。やったやん。やったやん。そんなに嬉しくないっていう。え？お、お。お、いいじゃん。消えたよ。今度からこれにしようかな。ちょっと待って。りょうじさんの顔が全くわかんない。ほら。パンプキングより若干でかいからちょっとあんまり可愛さないっていうね。めっちゃ可愛いじゃん。え、後ろのちっちゃい子の方が可愛いよ。しかもさ、グローブもらったからね。ほら。お。兄弟。ちょっと一回、もう一回だけさ、ちょっといたずらされてみて、それで。え、これで？じゃあパンプキングで。おう。お、同じ格好してるね。実に素晴らしい心がけ、カボ。しもべが欲しかったからね、なんか。着実にしもべになってるよ。うん。よし、じゃあ、あれかな？家具。うん。一通り揃ったね、じゃあ。そうだね、多分、いろいろ取ったかな？ね。ちょっと2階にね、凝縮させてみたから。うん。行ってみましょうか。これ、スティック振るとかある？うん、あるんだけど、君、コーディネート登録してないから。うん。うん。触れない。触れない。うん。変身できるんだよ。変身できんだ。そう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 。変身って言ってもまあ、衣装替えできるんだよ。あ、そっか。うん。いいんだ。まあでも、りょうじくんは一択だからね。一択じゃない。じゃあ部屋か。うん、ね。ちょっと2階行きましょう、2階。2階。あ。なんでやねん。なんでやねん。じゃあ、後ろから入ってくるから。いや。ワープしてこいよ。うるさいわ、うるさい。じゃあ、2階行きましょう。行きましょうか。うん。お、来たねー。かぼちゃまみれ。ハロウィン仕様。まあ、一番のハロウィン仕様は、やっぱ、あれだね。何？りょうじくんのお家らしく、ここの、ここ、通りづらくしてみたっていうところだね。いやいや。一番のこれワンポイントだよ。いや、いろんなね、ハロウィンのね、飾り付けってあると思うんだけどね。うん。まさかね、ここに飾る人いないでしょ。いるでしょ。いないでしょ。ほら。いや。え？そこはちょっと領事さん仕様で、あえてここにね、アクセントしてみました。ね。まあ、こんな感じだよね。うん。うん。おう、これ暖炉の前に干し草置いたら、焼けこいじゃん。まあ、あったかくなっていいと思う。あったかいよ、ひたすら。で、これパンプキングのローブね。そうだよね。うん。うん。まあでもこれカボチャの中にね、一般ね、電気ついてるからまあ、そのうち火事は出ると思う。火事はすると思う。いや、しない。うん。行こう、消していこうか。よし。じゃあそんな感じかな、今年のハロウィン、これで終了ですね。はい、終了ですね。はい。まあ去年できてなかったからね、ハロウィンね。そうだね、去年はそこまで。去年まだ買ってなかったからと思って。ああ、まあ確かに。うん。まあ今年なんとかできまして、よかったですわ。うん、よかったですね。おっと、ちょっと。これ邪魔だな。
じゃあ、よければ高評価お願いします。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、じゃあ、またね。はい、バイバイ。